佐藤和夫ともちゃんだよです。我が家の近くの側溝でありますが、前から高齢者が落ちたりしてちょっと危ないっていうふうなことでありましたんで、今回市の方にお願いしまして、下水道管の方で工事やるわけでありますが、全て蓋が閉まりますんで、本当に安全にこの道路が通路が大丈夫なのかなと思っております。こういうようなことで来年の3月9日までに出来上がる予定であります。ここにも書いてありますね。発注者もおこし下水道課長で、ご予約額が338万1000円ということで、この工事が始まります。本当にね、今までは雑草が生えてたりとか、本当に高齢者が何人か落ちたりして、ちょっと危ないと言われている道路でありました。正直と私らが小さい頃は、ここにたくさん、おはようございます。ご苦労様です。ちょっと見させてくださいね。はい、すいません。はい、すいません。私が小さい頃はここにたくさん魚やザリガニがたくさんいまして、ここで遊んだのです。本当に、今までこういうのが当たり前のように過ごしていたんですが、やはり高齢者が危ないというようなことで、本当にここまでなんですね。全部かなと思ったんですが、ちょっとこっちも今回やらないようであります。実際こっちは民家がなくて誰も住んでませんので、こっちに行き来するということはありませんので、きっとこっちはやらないかもしれないですけども、将来にわたっては、ずっと向こうまでやっていただければ嬉しいのかなと思っております。なんといっても本当にここは生活道路でもありますんでね、本当にこういうような形で整備していただけるのは大変嬉しいわけであります。今日は9時からいっぱい質問の石鹸もありますので、今出かける途中でちょっと工事が始まったなというような感じがしましたんで、ちょっと見させて